でも別になんか眠たくなったわけじゃ全然なくて、何なんだろうね。はい、こんばんはです。どうも。いや疲れてはないフォローしてましてありがとうございます。はい、なんだろうヤッホー村長、ヤッホー、やほやほー。いや最近はそうですね、結構時間をのんびり過ごしているんですけど、なんて言うんですかね、いや一回自分を整える期間というかを過ごしていようと思って、はい、ずっと何かしらに追われていたので、コンサート終わって、まあ今はちょっと公演に、30日の公演にそう出るので、30日の公演出るんだよ、ぴったり4ヶ月ぶりなの。はい、ということで4ヶ月ぶりの公演に向けて、全くね忘れたのでしかもそう、だから初日が始まって、その今の公演が始まって本当3回か4回しかまだ出てなかったんですよね。でその体にそこまで染み付いてない状態で公演に出ない期間4ヶ月を空いてしまったので、なので思い出すっていうのと、やっぱ改めてこうなんか振りをね、なるべく綺麗に、なるべく綺麗にって変な表現すいませんまあなんていうんですか、クオリティをちょっとでもね、その初日の時よりも上げれるように、はい、ちょっと自主練をしようと思って。でも私自主練めっちゃ苦手なの。なんか周りに人がいて、その人と一緒にやって立ち位置を覚えるタイプの人だから、だからまあめっちゃ時間かけて一人でも、一人でも好きなのな、ね、ちょっとめっちゃ矛盾してること言ってる。なんか一人でレッスン場にいる時間がすごい好きで、自分をこう見つめ直す時間というか、はい、一面がさ、その4つさこう壁があって、一面一壁が鏡だらけなんだよ。もう嫌でも自分が映るじゃないですか、目に入ってくるじゃないですか。そう、なんかそういう状態に侵された時に、果たして人間はなんか、多分だからそのこのレッスン場という空間に、こう人を1週間にその2回か3回くらい何時間閉じ込めた結果ってなんかいう科学の実験があると面白いと思うくらい、なんかレッスン場にいると多分その結構人はレッスン場に入るとこう自分と対面することができて、面白い興味深い研究結果が出ると思うの、本当に。だからやってみてほしい怖い話で、何、違う、なんかその本当なんていうの、そう興味深い、はあ、興味深いってなる、なんかはい。ういそうですね
いやちょっと本当に頑張んなきゃ、30日までの公演に本当ちゃんと頑張んなきゃ。もうなんか聞いてよ、私さこの前4期生のさ4期生のさあれグッズ特典特別公演、ちょっと 本名がちょっとすいません長くて、その4期生のイベント、4期生だけのイベントって確かこの前がその初めてだったのかな、なんかななみと一緒にちょっと見てきたんですよ、行ってきたの。そうなんか4期生のことをさ全然まだ知れてないっていう話をさこの前のショールームで多分してて、してしたと思うんだけど、なんかね、そう、うん、なんかね、なんて言えばいいの、私いろいろね経て、そのもうなんかちょっとその話は後にするね。でなんかその4期生のみんなと本当コンサートのリハーサル期間は一緒にいたけど、なんかそのちゃんと4期生のステージを見たりとかしたことなかったから、この前もね前座を見に行って、で4期生のこの前の公演を見に行ってってでしたんですけど、急に後回し、そうちょっと後回しの話はまたするねなんかそう、なんかさ私はすごくもう自分がまだまだすぎて、その4期生とかもう3期生もそうだけど、その後輩に何か言える立場ではもう全くないって思ってるんです。本当にこれはその自分のもう腹の底から思っていて、なんか私が小越はるかという人の後輩だったらもうすごく嫌だしなんかなんて言えばいいのか、嫌は言い過ぎだけど、そうなんか別になんかなんだろう、尊敬されたいわけじゃないけど、小越はるかという先輩を私がその持ってたら何の後輩だったって言ったら別に尊敬はしないし、なんかなんならそのなんか本当悪いところをめちゃくちゃ見つけちゃうと思うんですね。でなんだろうな、そのあんまり後輩にそのアドバイスとか本当にできる立場じゃないから全然そのしてこなくて、3期の時もそうだけど、はい。でもなんかこうアドバイスは今も変わらずできないんですけど、でもなんか今まで私がこのグループでいてなんか得たもの、吸収したものをなんかなんだろうな、すぐ伝えられたらその私の何年間分でようやく自分で分かったことを短い期間で伝えられたら、今の4期生はもっと成長できるんじゃないかなとか思ったりしたので、何かみんなにとってプラスになるようなことができたらいいなって思ったんだけど、で行ってみたんだけど、でもやっぱり本当にね私ダメなんですよ、もうなんか先輩じゃないの私ね、本当に先輩っていうのがもうこの世の中で一番向いてない、そうなんですよ。だからもうどうしようって思ってて、でなんかでも4期生の皆さんは多分すごくまっすぐ私の話を聞いてくれて、だからこそ私の方が身が引き締まったというか、身が引き締まった、なんか魚みたいですね、なんかそうすごくすごくね、こうリハーサルの期間からそうなんだけど、
私はその後輩の子たちから見られてるんですねって思って、すごいな、何あの今までめちゃくちゃこう誰にも見られてない、メンバーは誰にも私のこと見てないって思ってるからこそ、こうなんか伸び伸びやってた部分があったのかな。でも後輩のみんなさんは意外と見てるんだなってすごい思ったんですね。あのだからちょっと本当にちょっともう私ダメなんだよね。聞いてよ、もう違うの、そうなんか、あ、何、そうでも先輩っぽくなんてできないし、しようと思ったら本当に私本当に本当にダメなので、なんかでもみんなの前で喋るときはなんかちゃんとしなきゃじゃん、だから頑張ってちゃんとしてみたんだけど、でもでもあのね本当にごめんなさいごめんなさい。でも聞いて、なんかさ4期生のさ なんかね意外とこのショールームとかなんか結構見られてるらしいの、やばいよね。じゃあ誰もさ今見てないでほしい、本当にもうそればっかりは願ってる。なんかね意外と結構なんか何とかその親御さんとかあのね見がち、本当にやめてください、本当にもうどうか見ないで、恥ずかしいから、恥ずかしいっていうか本当にもうね、なんかもう格好がつかない、本当にごめんなさいでした。そうそうそう、メンバーもそうだけどメンバーのその親御さんが見がちなの、やばいよね、やばいやばいやばい、すいませんすいません。え、なんかちゃんとそのなんていうの、まあでもね、なんかだからあの本当にすいませんでした、なんか素はこんな感じなんです、なんかあのね結構ねちゃんとした、でもちゃんとしてる時はちゃんとしてるんですよ。なんか今誰に向かって誰どういうこうあれをしてるんだろう、待って一回落ち着いて話すね。そうで、あのそうですね、なんかここの髪の毛が全然気に入らなくてすいませんでした。いや、あの見るななんて言ってないです、見るななんて全然言ってないけど、あのとっても恥ずかしいですっていうことだけ をちょっと本当にとっても恥ずかしいですっていう感じです。はい、あうん、そっか、そうだよね、話そうと思ってたこと全部飛んでった。あ、後回しの話はちょっとさっきの話とちょっとつながってるんだけど、なんか私思ったこと、その私は
正直その後輩が来てくれて入ってきてくれて、でなんだろう、なんか3期生が入ってきてくれた時からと後輩との関わり方はまあそんなに考えてなかったし、そんなに深く考えてなかったし、そんなにこうなんだろう、同期の中でも面倒見がいい方になろうとか思ってなかったし、いや別に面倒見も良くなかったしなんか逆にそのもう自分が頑張ることで個人としてもそうだし、なんだろうな、し私は自分のことでいっぱいいっぱいだし、でもなんか自分がグループの中でもそうだし外仕事も頑張ることで何か見せられる、教えるとかいうよりかはそういう背中を見せられる人であれば私のそれは役割なんじゃないかなとか思ってたんですけど、うん、でもなんかね4期生が入ってきてくれて4期生の子たちを見てたらなんだろう、すごくこうグループ NGT のことを好きでいてくれたりとか、あとみんな一人一人のその元から持ってるものポテンシャルの高さを結構 日に日に何て言うのかな見てるうちにすごくこう感じて、ああうん、なんか入ってきてくれてそういう思いで入ってきてくれたことも嬉しいし、みんな素敵なものを持ってる子たちだったなって思ったから、だからなんかなんだろう、その才能を潰しちゃいけないなっていうのが正解かな、なんだろうって思ったですかね。でもいくらこう何か持ってる人でもきっと見えてる世界とか環境とかによってはもうどうにでもなるじゃないですか。だからね、NGT に入ったっていう選択が押してよかったなってこう数年後にみんなが思ってくれたらなっていう気持ちですかね。あとはまあグループのためですね。グループの将来を担うであろう後輩ちゃんなので、でも難しいね。私もなんか私に初期の頃本当に何にも分かってなかったし、何なんだろうな、ね、難しいよね。私初期の頃パフォーマンスとかダンスがもう下手っていうか、もうなんか見るに耐えないと思うような、まあ
なんだろう、本当になんか今もなんだけど、なんかやっぱちょっと癖があって、すごくその癖を直したい。もうなんか自分のダンスをね見てるのが本当に嫌で、今日も自主練をしてたんだけど、本当に自分のもう動きが嫌い嫌い、なんか嫌い、もうなんかね、なんですよ。本当にもう本当に直したい。そう、でもなんか初期の頃からパフォーマンスは本当に自信がなかったので、もうでも初期の頃はそのダンスが上手な子が結構やっぱアンダーデビューが早くて、結果的にそれが何ポジションにも反映されててってなるいう感じで、あダンスできなきゃいけないんだみたいな。でもそんなこと言ってもさ、ダンス得意な方がさ優位なグループですなんてさ知らないしさ、まあ、実際そうじゃないだろうしね、たまたまその時代とかあるじゃん、時期とか。もうすごくなんかもう、ダンス大事だったらダンス習ってたよって思うくらい、なんかそこから、あじゃあ私はダンスはできないからここのところで頑張んなきゃいけないのかなとか思ったりとかして、でも一回本当パフォーマンスっていうものをもうほぼ諦めてたっていうのかな、時期もあるというか、だからね、なんかそういう時にね、なんだったっけな、なんかパーティーが始まるよ公演、研究生公演のなんか初日を向けての結構最終段階のリハーサル、通しリハーサルで、終わった後なんかみんなでそのスタッフさんたちに全然できてなかったって怒られて、もう全然ダメダメだったって言われて、で正直その時私何がダメなのか全然ピンときてなくって、もう全然ね、全然ピンときてなかったんですよ。まあ今の自分が見たら、まあそれは多分ダメだったな、そうそう、なんかね、だから難しいよねこれ本当に。動きとか表情とかさ、もっとこうした方がいいっていうのってさ、客観的にあの席から見たらわかるんだろうけど、でもやってる側は本当にわかんないんですよね。なんか今もすごいそれは思う、こうなんか映像とか見てたら、あもっとここ私なんか表現何もっとやってるはずなのに、あんまなんか結構小さく見えちゃうんだなみたいなとかあるし、でも初期の頃は本当よく分かってなかったですね、なんかもうだからね、だからこそその自分が後輩に何か伝えるときに、なんかどう伝えたら分かりやすいかなとかすごい考えるし、伝え方が合ってるのかは全然分かんないです。よいしょ、だしなんか歴が違うだけで本当私分かっちゃうんですけど、なんか
そのもともと持ってるなんかこう光的な才能的なものはなんか全然私みんなの方が高いと思ってて、ただ歴が違うだけだから、なんかあんまりこう先輩としてこう上から言えることって別になくって、ただだからここで分かったことを伝えて、それを生かしてもらえたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。だからなんかだからその先輩みたいに、いやネガティブじゃないのこれ、本当に本当に思ってること、私はそれをネガティブだと思ってないんです。だからこそ人より努力する必要が自分はあるって思ってるから、全然別にネガティブなことじゃなくて、だからなんかそのはい本当に NGT の未来のために4期生がこれからどんどん成長してくれる姿を、NCT の未来のためにっていうかあれですけどね、みんなそれぞれ自分の理想のアイドル活動ができるといいなとかって思ってたりします。よいしょ、そうですね。でもね、難しいね。難しいな、本当に。どうしよう。久しぶりの公園に出たらさ、なんかどういう感覚になるんですかね。私にとって4ヶ月ぶりって結構久しぶりなんですよ。4ヶ月も空くことってあんまり、いやその何、特別公演とかは2回くらい出てたけど、でも思い出いっぱい公演に出るのが4ヶ月ぶりだから、どうなっちゃうのかしら。
そう、5月3日も出演させていただきます。4月30日と5月3日。そうなんです、春ブロックが春ブロックになってて、春ブロックになってて2曲春曲に変わってるので、皆さん来ていただけますか？忙しいですか？ファンの人ってさ忙しいよねいつももうめちゃくちゃ忙しいよね皆さん。なんかずっと仕事してるんだもん。3日当たれば行きたい、待ってるね。忙しくても休んでいく。ゴールデンウィークは暇で、3日はゴールデンウィークで仕事休みなので行きます。待ってます。でもゴールデンウィークもさ、こう関係なく働いてる方もいるわけでしょ。でゴールデンウィークしか休めない人もいるわけでしょ。すごいね本当に。サービス業の方はゴールデンウィーク行けないだって。そっか、サービス業、サービス業大変だ。よいしょ、お休みの時に来てください。直近の4月30は4月の30日4ヶ月ぶりですよ。なんて言ったって4ヶ月ぶり。めちゃくちゃみんな仕事じゃんねえ、みんなめちゃくちゃお仕事じゃん。当たれば行く。お、めっちゃめっちゃみんな平日お忙しいんですね。お忙しいそうなんだ。今コメントで見てるほとんど無理って言ってる。ほとんど仕事です。え？え？4月の30日みんな忙しいの？そうかそうか、しょうがしょうが、気持ちはいきますどういうこと？うん、本当にね、ほとんどの人がね、割合で言うと来れる人が2割くらい。魂は飛ばす生き量ってこと。魂をラブラ2に、魂をラブラ2にお届けしてくれたら、みんなはじゃあ魂が抜けた状態でお仕事してるってこと。魂は劇場に、
いピカイチが我が家に届きました。え、ピカイチ届いたの？嬉しい。やったー。最近ずっと舞台のサウンドトラック聞いてます。嬉しい。私もね、やっぱり歩いてて口ずさんじゃう。ヘイファッションリーダーって言ってる。パパパラパパパパラパカンフーはあんまり歌ってないかもファッションリーダー好き。そう、ファッションリーダー大好き。カンフーも大好きだけど、でもなんか歩きながら口ずさんじゃうのはファッションリーダー。でもなんか本当今でもなんか写真とかたまーに稽古映像とか見る。たまーにね。なんかそうしてないと、なんかの感覚が全部こう忘れちゃうような気がして、私はずっとその何、他のキャストさんと違って俳優さんじゃないから当たり前のようにこう本業に戻ってきてるわけじゃないですか。多分次お芝居をするときにまたこうなんかゼロに戻っちゃってるよ、ゼロではなくてもこうなんか本当ちょっとほぼ戻っちゃってるような感覚になるのが、こう積み重ねてきたものをさらに積み重ねたいんですけど、こう何段か戻ってからのスタートになっちゃう気がするから、なるべくそれをなくしたくて。だからなんか本当はなんだろうな、舞台とかを感激しに行ったりとか、お芝居のワークショップとか受けてみたいっていうのもあるし、演技レッスンとか受けたことなくて、積極的にそういうのも受けてみたい。そういうお芝居に触れる時間を増やしたいって思っているんだけど、相談はしてるんだけど、なかなかいや違うんですよ、そのなんかあのね、劇団鹿殺しさん稽古中にそのなんかね、その丸尾さん、丸さんいらっしゃるじゃないですか私もう本当にもうね、丸さんがもうすっごい、もうなんだろう、すっごい人なんですよ。もうすっごい方なんですよ。すごい、もうあの本当天才の部類のお方だと思うんですけど、でもその私みたいなこう本当人間ともこうなんていうの、関わってくださるような天才の部類の方なんですよなんか本当なんかなんだろう、稽古中もなんかその丸さんから発される言葉やエネルギー
て、もう本当もうそれを浴びてられる時間が本当に幸せだなって思っていて、でその人間力が本当にすごいんですよ。だからそのまるさんから出てくるものを常に浴びれる環境ってやっぱ劇団員さんになることなんじゃないかと思って冗談でだけど若干本当になりたいっていう気持ちも入ってて、劇団員さんになれたらいいなみたいなぼやいたら、他の劇団員さんたちはなんかいやいやいやって、そんななんか なんていうの、でもめっちゃ大変なんですよ劇団員さんって。そうもう本当にまずその舞台のこうさバラシとか仕込みとかさ言ってさ、そのセットをこうやったりする、そのセットしたりとかめっちゃそのだし、そのなんかいつもこう稽古場をお掃除してくださったりとかとか、あの他のそのキャストさんがいらっしゃらないところを劇団員さんが代役で埋めるから、もう全キャストのセリフを覚えてたりとか、本当にもうなんかもうねありとあらゆることをすごいされててめちゃくちゃ大変で、もう稽古場であもう劇団員さんってこんなに大変なんだって。でもね聞いてほしいんだけどあの村長が元いろんなところでこう羽ばたくべきだし輝いてる行くべきだよこれからって、あの劇団員さんは言ってくださるんですけどいや、まるさんはもうまるさんは嫌だって言うんですよ嫌だって何もうパツちょっと待って嫌だって何はい断られました。そのなんかもっとうまい断り方あると思うんですけどね。手にねちょっといやわかるけど、いや残念ですね、残念ですフフフ断られました。はいかくやきっていきなりネタ披露するアイドルなんて嫌だ。いやえ頑張ってたんですよ。その私もそのだから本当にこんなに自分がアイドルじゃない時間を過ごしたの初めてで、もう加入して6年経つんですけど、その舞台の特に本番期間もう本当にマッチってアイドルじゃなかったの私。普段から別にそんなにアイドルっぽい感じではないと思うんですけど、もう本当にもう
前本当にアイドルじゃなかったでも頑張って面白くなりたくて、私もその本番前にまるさんのところ楽屋に走って行って考えてきたネタを披露しててでも毎日滑ってて毎日面白くなりたくて、はい、もう必死だったんです。もう必死でボケようとしてた、はい必死で、もう何か言われたらその必死で、その何かそのボケかいい返しをしたくてめっちゃ考えてた、はい、頑張ったんです。でもやっぱ面白くなるって難しいですね。いや難しい、難しいんだなって思いました。そうですね。でもな。本当に皆さんすごいエネルギッシュな方がたくさんですよね、うん、だしさ、みんなさんお忙しい、お忙しいと思うんだ。本当にお忙しいと思うの。だって舞台やられてる、きっとさ、もうみんな次の舞台とか次のお仕事をしてるでしょ。私も私でコンサート1個やったりとかしてたけど、だってそう、この前の17日でさ、舞台千秋楽から1ヶ月経ったんだよ。早すぎて怖いです。時の流れが早すぎて怖いです。でもね、なんか本当に本当にだからちょっとその感覚をどうやったらなくさずに、アイドルをしながらなくさずにいられるのかって考えてたりします。ただいまの時刻23時50分。なんか思ったのは、お芝居をに集中してればしてるほど私
あの別に昔が面白かったとは言わないけど、面白さを面白くなくなっていってると思うんですね特に、まあ、舞台ではちょっとその大阪だから面白い要素もコメディだったしねあったけど、私の卒業の映画の方の時の私は面白おもろなんてもう一切ない、もう本当にもうねひたすらねズンっていうなんかすごいこうそういうゾーンになんかつけ込まれながらの漬物になっていたんですけど、うん、いや違うの、ピカイチの時もピカイチの時もすごい後半もうめちゃくちゃもう本当にナイーブ、もう本当にナイーブだったんです、本当にナイーブだったの、もうだからなんかねいやそうそうピカイチでめちゃくちゃ悩んでて、なんか一回てかもう千秋楽までずっと結局悩み続けてましたね。なんかこれっていう答えは出ないし、なんか出ても出なくてもよくわかんない、なんかいいのか悪いのかわかんないから別にいいんですけど本当に私一回いつだったかな、なんか本番前にステージ上でストレッチとか声出しとかしながらたまたま丸さんいらっしゃったから、なんかもう どうしたらいいのか分かんなくなっちゃってて、その話をしてたら何なんかもう丸さんの前で喋りながらなんかもう勝手に涙止まんなくなってきちゃって、なんか意味わかんないくらい泣きながらもうわかんなくってってなんかすごいすごいそういう日があって、本当に自分でもめちゃくちゃもうねなんか役者さんは本当にすごいね、私もう難しすぎてそれをマルさんに話しに行くだけでもうなんか涙ボロンボロン出てきちゃってすごいその期間本当に苦しかったんです。なんだろう、ピカイチを演じてる時が苦しいというよりか本当なんかうん難しいですね。なんかピカイチとしてもその辛い気持ちになるシーンもあるんですけどもあるし、自分の本当にただ小越遥かとしてのこう葛藤とかもあるし、もう本当にだからもうよくわかんない世界に住んでた時間でした。なんかだからそれが普段なくって、普段そういうことあんまりなくって、もう自分と向き合うから自分でしかないからアイドルは、あそうでもね逆にそのお芝居を
経験を経て今あのアイドルでいる時の自分は演じないって決めました。決めてやってる。でも2年前くらいですかね、からかな。アイドルでいる時は演じないって決めてやってる。喋る時もそうだし、パフォーマンスする時も。なんていうの、素がっていうか、こうすればいいんでしょとか、こういう感じみたいな、そういうんじゃなくて、内から出るものをそのまま出すようにしようって思って。難しいですね。なんていうの、素がアイドルとはまた違うんですよね。素は全然アイドル、なんて言えばいいのこれなんて言えばいいんだろう。そうだから、笑おうと思って笑うじゃなくて、楽しいから、幸せだから笑ってて、それを見てくれてる人にも届けたいって思ってるから。逆にだから笑わなきゃいけない時は笑わないといけないって考えるんだけど、そのためのこう内側から出るための考え方に持っていったりとかするんです。やばい、時間がなくなるって言われてる。ということで呼びます。おつかれさん、いかっちさん、文生さん、じゅんはんさん、ストーンさん、ふみのんさん、しろと雪の国さん、マーチさん、としやさん、やまありさん、ゆららさん、かんくろうさん、ひよぽんさんです。ありがとうございました。家の中の生活音が本当に嫌で、一人暮らししたい本当に嫌だ。もうね、これ反抗期なのかな、本当に私ちょっとね、あのね、もう本当に弟じゃないわ、ちょっとお父さん、やばい、ダメだダメだ、悪いところ出てる。おやすみなさい最後の一言やばいすいませんでした、すいませんでした。おやすみ。